どうも今回はですね、書道思考です。書道書く道思考。いやー、僕ね、もう20何年ぶりか分かんないですけど、22年か3年か分かんないですけど、そんぐらいにちょっと書道したんですよ。書道、まあ動画も撮ったんですけど、いや書道やばいですね。書道深いな。やっぱね、あの字を集中して書くってなると、まあ基本的に僕も字をほとんど書かないですね。字をほぼ書かないですね。皆無に等しいですよ、字を書くっていうことが。昔はね、小学校の時とかね、習字とかあったりとか、まあね、ノートに書くとかありましたけど、まあ今もうパソコンオンリーなんで、絶対じゃないですけど、ほとんど書かないですよね。なんか打ち合わせするときとか、なんかするときも、まあノートパソコン使ってメモ帳にこう書いていくんで、書くっていうことがまずないんですよ。書くっていうことがなくて、で久しぶりに、そのしかも習字ってあります？大人になって習字、書道ってあります？まあ習い事とかでやってるとかは別だかもしれないですけど、普通にプライベートで書道ってあります？ないですよね。まあ今回ちょっとね、あるちょっと理由があって、その掛け軸にね、ちょっとなんか字を書くことになりまして、書道したんですよ。いや、めちゃくちゃ良かったですね、書道。なんか前、そのお寺で僕写経っていうのやったことあるんですけど、写経もいいですよ。そのお寺でもう無でこう写経してくるっていう写経なんですけど、いやなんかね、やっぱその昔やってた方がいいじゃないですか。昔ね、小学校の時とか、やっぱその何か一つにこうバーって入り込むというか。でね、書道をしてて思ったことが、字って面白いなって感じたし、字って深いなって感じたし、で、あとはやっぱね、練習ですね。僕30枚ぐらい書いたかな、分かんないですけど、その本番掛け軸に書く前にかなり練習したんですけど、まあそれ練習したらそれらしくなったかなっていう。書道いいっすよ、書道。書道マジでやってみてください。書道マジで、こう1時間に、1日30分でも多分筆をこうして、この字にこう向き合うっていう、何かに向き合うってことはあんまないじゃないですか。そう、書道いいっすね。書道いいっすよ。めちゃくちゃいいっすね。書道してます。そう、まあその道ですよね、書く道っていう。まあなんか書く道なんですけど、描く道っていう、自分の人生を描いていく道、まあ道を描いていく、そこの上で、その結局その自分と向き合ってこう歩いていかないといけないんで、なんかね、まあ、僕はその掛け軸に自由に歩くっていう言葉をまあ書いたんですけど、まあ、この自由に歩くっていうのは、その、まあ、僕車好きなんで、リバーティーウォークさんっていう社長さんが、その自由に歩くみたいな、ステッカーもあるんですけど、じゃあそれちょっとステッカー買おうかなみたいな、すげえ言葉が良くて、自由に歩くって良くないですか？だから僕、自由に、本当に自由になりたいなと思ってて、歩けなかったんですよ、やっぱ自由に。やっぱそのいろんなしがらみがあったりとか、いろいろあるじゃないですか。だからまあ会社員に勤めてる人も、なんか自由になりたいなと思っても歩けないじゃないですか。歩くとしたら毎日、そのいつも通り満員電車出勤するまで歩くとか、会社まで歩くとか、なんかしがらみとかあって自由に歩けないと思うんですよ。
だからまずなんかその自分の人生っていうのを描いて書いて歩んでいくっていう、なんかいいと思いますよ。描いて書いて、でもずっとねやっぱ自由になりたいなと僕も思ってましたし、まあ自由になるために何が必要かっていうと、まあお金稼ぐっていうことがまあ大事なことかもしれないですけど、なんかお金ももちろんね、僕は綺麗事言いたくないんで金が一番大事なんですけど、でもその先ですよね、その先にもっと大事なものがあるっていうのに気づけたし、お金が全てなんだけどその全てを凌駕するほどのもっと面白いものがあるよっていう、でそれが自由に歩くっていう、なんか一つになんかうまくまとめてるかなっていう、そう自由に歩くっていう、その自由に歩くために、その何のために金稼ぐかっていったところなんですよ。だからその自分が自由に歩く、僕はなんでそのなんかいろいろ商品販売したりとか、まあ、塾やったりとかいろいろやってますけど、結局のところ自分でその自由にこう歩きたいから、じゃあその歩くために必要なものを、必要なお金っていうのをね稼ぐわけですよね。うん、ほとんどの人がなんかお金があればとか時間があればとか、その自分軸ではなくて、なんかその、まあ、周りの影響というか、まあ、影響されて生きてるんでしょうがないんですけど、なんか自分がこう生きたいから、そのために必要だからそうっていう、なんかこういう考え方、自分軸っていう、他人軸じゃなくて自分軸っていう考え方がある人が非常に少ないんじゃないかなっていう。例えば僕の場合だと僕の自分軸っていうのがあるわけですから、僕はその例えばご飯は別に自炊、自分で飯作れるんで自分で自炊作って、じゃあその自炊するっていう、じゃあ自炊するのにも食材買わないといけないじゃないですか。じゃあその食材費を稼がないといけないですよね。じゃあ自分でその料理を作る、自分の料理を作る、じゃあその料理を作るために必要なお金がある、だから稼ぐんですよね。そう、ただまあそれが外食行くんだったら、その外食行くお金が必要だから、まあ、稼がないといけないわけですよね。でもそれってなんかお金持ちになったらなんか高級料理食べたりとか、まあ、すげえいい車乗ったりとか、いいとこ住んだりとか、なんかいろいろあると思うんですけど、だから自分はどうしたいのかっていう、僕はその車に関してはそのねベンツとかレクサスとか興味はありますけど、ずっと乗りたいなと思うのはこの車だし、自分なんですよね。みんなが持ってるからとかではなくて、自分が欲しい、ただそれだけなんですよね。まあ自分流というかね、なんかそういうのがみんなないかなっていう。まあ最初はねやっぱその真似るっていうことが大事なんですけど、真似るっていうことが大事だよって教えたりとかしてますけど、まあ真似た先ですよね。真似た先、自分らしさっていうのをどう出していくのかっていうところが、まあ、大事になってきますよ。自分らしさ、まあ鹿児島、多分鹿児島でねこんなやってる人はあんま少ないと思うんで、でもそれも鹿児島がいいと思ったから鹿児島に来ただけで、いやとにかくでもね書道はいいっすよ。書道本当にね、僕久しぶりにその字を真剣に書くっていう、まあ何かを真剣にやるってことはやっぱ大事ですね。
何かを真剣にやるっていうのは非常に大事なことかなと思いますね。何かを真剣にやるっていう、何かを真剣にやるってすげえ大事だなと思いましたね。じゃあ今からちょっとねマッサージ店行く前にちょっと通帳を記入して、通帳ずっと記入してなかったんで、銀行ちゃんですね。あ、またいいランプ光っちゃった、またいいランプ光っちゃいました、ね、はい、では終わりたいと思います。